はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。今回もやっていきましょう。コールオブデューティーインフィニットウォーフェア実況プレイやらせていただきます。よろしくお願いいたします。今回使用する武器はタイプ2、タイプ2でございます。アサルトライフルなのにデュアル武器。アサルトライフルだったのにデュアルになる。よろしくやね。さあ行きましょう。このデュアルがまた強い。いって !5 つ撃たれてる。味方に5つ撃たれてる。何俺なんかやったかな、悪いことやったかな。ということで、開幕はちょっと出ないで、ここで待っておきましょう。絶対来るでしょう。来ないみたいですね。中いましたね。あ、中いますね。どこだ？はい、デュアル強い。リロードも早いよね。さあ、普段はこっちで。OK。これ AR なんだよね。よく見たらこれ AR なんですよね、この武器。実は実を言うとこう、これ AR なんですよ。ちょっと危ない。ない、いるやん。危ない。うい、はい、なんかつかかった。クソ、ブロックがあったな、近くに。絶対ブロックがあったわ今。あそこにつかかってしまったな。さあ、ここのチームデスマッチ微妙に難しい。 AR なんです。 AR なんだよな、これ。よく見たら、はい、来るんじゃない。お、バレてる。あ、左に、右にいたんですね。はい、了解です。さあ、じゃあキュートルなしやっていきましょう。まあ俺結構これ愛用して使ってるんですよね。うん、まあリロードもね、そんなに長くないかな。35発。核マガジンってないよね。拡張マガジンがつけれないっていうのがちょっと難点ではありますけども、まあ別つけなくても問題ないかなって感じですね。まあ部屋の中ではもうデュアル一択なんですけど、後ろから撃たれるとそれは全て無になるというね。全て無駄になるという感じで、感じなんですけども。いきなり出てきてびっくりしたやろうね。やっぱこれ障害物上に飛ぶのが強いわ、基本的に。わー、ショートがめっちゃ聞こえる。このゲームめっちゃショート聞こえますよね。めっちゃショート聞こえますよね、このゲーム今回。いる。ギャッハハハ。デュアルに変えてる間にやられちゃったね、今。これデュアルどこで使うかっていうのがポイントなんですよね。これ味方、これちょっとかぶってね。いるなー、いるなおい、後ろいるなおい。うん、よしよし、いる。確実にカバーしていこう。うん、どっからでも来そう、これ。どっからでも来そうないわ。あー、怖っ。あいつセンター来そうなんだけど、センター見られたら辛いよ。いないな、右か。くそ、やっぱりね。うわ、負ける。やっぱ軽機関銃なんかやっぱり強いみたいですね、なんかどうやら。なんかフレンドが言うには RAW ってやつが、 RAV やったっけ、 RAW ってんと、なんか結構ね、軽機関銃もなかなかバカにならないという話を聞きましたね。そうね、次の実況とかで使ってみたいですけどね。次の実況とか、まあいずれ使うんでしょうけど、使うんでしょうけど、使ってみたいなっていうのはありますけどね。あ、ナイス。軽機関銃はやっぱどのシリーズも強いという。まあ、エネルギー弾ってのがね、よくわかってない。まだエネルギー弾ってのがよくわかってないんだけど、なんかどうやら弾が回復するみたいですね。どうやら。どうやら弾が回復する系のやつだそうです。です。弾がいつの間にか回復、マガジンの弾なのか、保持してる弾が回復するのかはまだわかりませんが、まあ、どうやら弾が回復するという。あふん。どうも近距離になるとどうしてもデュアルに変えてしまう癖がついてるようだ。これは良くないですね。それをなくすためにクローン発動。これ強いですよね。強いんやけどな。さあ、気を取り直しやっていきましょう。絶対来るでしょ、ここ。さっきイレイサーがここにいたんだから、多分いるでしょ。よし。OK。
これスペシャリストのことペイロードベイロードって言うんですね。だけどこれでスペシャリストを発動している敵のことを倒すとベイロード停止っていう感じで出ると。なるほどですね。ファック、出す部屋の中入っちゃおう。 AR だからやれるんす。おい、なんでそこにもいるんだよ。挟み撃ちやんけ。そんな無理やん。なんかあの個人的になんですけど、ミニマップにこの場所の名称がついてるの結構個人的に高得点なんですけどね。 OK 4発かな、うん、多分4発来そうなんだよね。来ないですね。来ると思ったんですけどね。オッケー。うわ、マジか、マジかよ、2人いるかよ。おい、あるフレンドが言いました。1人敵がいたら2人いると疑えってね。2人いると思えか。あ、その今この教えがね、今ね身に染みてます。なんですぐリロードしちゃうんだろうね。まだ次の敵に行けるのにかかわらず早技なんかつけてるからリロ癖がつくんだよと。だから外してるんだ俺はっていうフレンドのこのありがたいお言葉がね今身に染みてます。AR ですね。ブレも少ないですね。まあ少ないのか、まあ、あんまりレートが高くないんで、まあ、ブレが少なく感じるだけかもしれませんけど、痛いよね。 OK、 そうすぐリロードしなくていいんですよ。そうリロードできるときにすればいいだけの話なんだからとね、分かればいいんですけどね。いやレート高いよなこの武器だな。さあ味方体力激弱やね。大丈夫、いける、いけるやったらいいけどさ。さあここ中央4人はやばいぞ。OK。さあ、UAV オンライン。したい。裏いるな。大丈夫か ?UAV オンライン。近い。ナイス。うわぁ、ゴーストやろ、わかんない。わかんない。パーク、どれがゴーストかわかんない。多分ゴーストです。さあ、俺がやるぜ。ん？なあ、欲しい。うわー、あ、なんだ、さあエネミースココラブ、俺だよ。もうなんちゅうことだ。なんかよく見たらこれ、スコアストリークも1個足りないですね俺。だからもうボロッカスの加算ですけどこれ、まあ、なんとかなるでしょきっと。これはクロー、オンラインですね。さっき敵いたんですけどね。うえい、瞬殺ですよ、瞬殺。見た瞬殺っすよ、マジで。強すぎ。でい、うん、強いんやけどね。やっぱあの、体力がね、低い時にね、突撃してもね、勝てるわけないんでね、そう。そうね、ちゃんとね、ご利用は警戒的に使いましょうね。うん、クローは強い。いや、結構強いよね、これ。真正面からね、こう、勝てる気せえへんもんな、こいつ。さてと、これセンターいますね。これ確実にセンター。これ俺やで。これは確実にセンターですね。いや、覗いてきてもいいやで。絶対来る。OK。逃げようぜ。なんか突っかかってんねんけど、またこの変なブロックに負けたんやが。ブロックに負けたというよりかはブロックがあること気づいてないバカといったところがやめてほしいですね。さあそろそろ勝負の終盤を迎えてきましたが、やっぱ馴染んでる武器であってやっぱりこう癖とかつかんでますね。やっぱ AR だよ、やっぱり強いよな。これ上登ろう。おっと、うわっ、だダメでしたね、ダメでしたね。やっぱりあのレーザー欲しいですね。デュアル掴めたら、掴みやったらレーザーかなっていう感じではありますが、多分適用されるんじゃないかな、適用されると信じてですね。ナイスキルということで、100対83で、勝利することできました。タイプ2ですね、個人的に、好きな武器でございます。まあアサルトライフルはKBAR かこれの2択になるかな。俺は個人的にね、まあ NV4 も強いからな、なんとも言えへんね。
では、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。